アイルパートナーズ株式会社は、香川県高松市に本社を置く、コンビニエンスストアの開発、運営会社。旧商号は、株式会社サンクスアソシエイツ東四国で、サンクスのエリアフランチャイザーであった。セブンイレブンと契約したことにより、2013年3月1日付で、商号変更をしている。以下、旧商号時代の同社を、当時の略称である、 サンクス東四国と表記する。かつて、香川、徳島両県で、コンビニエンスストア、サンクス店舗の開発、経営指導、店舗運営のバックアップを行っていた、エディアフランチャイズ本部企業である。2004年にミニストップが、四国旅客鉄道との合弁を解消し、直轄化してからは、香川県で唯一となっている、地場資本によるコンビニチェーンであったが、 ここ数年は他チェーンとの競争で苦戦を強いられており、不採算店舗の大量閉鎖が何度か行われていた。カルワザステーションの導入が遅れたのは、他地区で導入が進んでいた頃に、ちょうど不採算店舗の整理をしていたためである。なお、関連会社として、サンクス店運営受け負い会社アンダンテを参加に持ち、30店ほどが同社により運営されていた。転換後、アンダンテは、 セブンイレブン店の運営を始めている。高松琴平電気鉄道とは、資本関係こそないものの、同社社長の真部光生が本会社の社長を兼任しているため、グループ会社に準じて扱われている。2017年12月時点での店舗数は109店舗。サンクスからセブンイレブンへの転換を告知する張り紙1994年12月に、香川日産自動車が、 当時のサンクスアソシエーツとエリアフランチャイズの契約をするため共同出資で会社を設立。翌、1995年1月12日に正式契約締結。同年6月16日に高松市内で1号店、八島西町店を開店した。1997年10月1日には徳島市に徳島県のサンクス1号店、ジョニン協店を出店し、 同県への進出を図った。2001年9月21日、サンクス松縄東店の開店により、100店舗目の出店を達成。2002年8月、香川日産の社長、真部康彦が、前年に経営破綻した高松琴平電気鉄道の社長に就任。同社の再建に専念するため、筆頭株主として君臨するものの香川日産の 直接の経営からは退いた。保有株式を学ベ家に関し、学べ家さん個人の69%とサークル系サンクス31%の共同出資企業として、後日の契約切れ直前の2012年12月末時点で123店舗を運営していた。2007年10月19日に災害時における食料品優先調達協定を 香川県立中央病院と締結している。2011年から、子育て家庭が安心して外出できるような授乳設備等を設置している店舗を、か、川子どもの駅として、同社の香川県内25店舗が、香川県により認定されていた。サンクス東四国は、当初の契約が2010年に満了した後、同年に契約期間を2年、2012年に1年、延長したが、 2013年1月に満了する契約は更新せず、セブンイレブンへ転換する方針を表明していた。サークル計サンクス側はこれを了承せず、2012年8月に差し止めを求める訴訟を東京地裁に提起している。その後、同社がサークル計サンクスに解決金を支払い、123店舗中、香川県の16店舗と徳島県の14店舗、 合わせて30店舗を同社からサークル計算クス本部との直接契約に切り替えることで同年12月27日に和解成立した後セブンイレブンと翌年2月7日に正式契約をしたサークル計算クスとの契約が切れる2013年1月11日をもって直接契約に移行する店舗以外は全店閉鎖した同年3月1日に12店舗が セブンイレブンとして再開業し、前述の通り称号を変更した。これを皮切りに5月までに転換を終えている。なお、サンクス東四国、サークル系サンクス両者ともこれに関するインターネット上での告知は一切なされなかった。また、全通時病院店については新病院の発足が間近に迫っていたため、転換されずにそのまま廃店となった。 この一連の出来事は、セブンイレブン本部の店舗展開にも影響し、高松市西部など中心市街地以外で、サンクスの店舗がある地区では出店開始から1年が、たった2014年3月まで出店を見合わせていた。直接契約に移行した店舗は、2013年2月27日までに、全店舗とも一旦閉店し、本部直営化と、店内重機の充実化等の改装を行い、 3月上旬に店舗名を変更した上で順次再開業しているが2015年3月以降順次サークル系にブランド変更している閉店予定だった徳島大原町店を除き同年8月までにブランド変更が完了し9月末にその徳島大原町店が閉店したことで四国からサンクスは消滅したなおセブンイレブンに転換した店舗も サンクス東四国時代は、同社の移行により店舗名に市町村名を頭に付けず、町名のみの店舗名だったが、セブンイレブンジャパンの移行により、町村名のみの店舗を除き、転換時には市町村名町名に変更された。倉替え後は、本部とは別に新規出店を行っている。2016年には、愛媛県に進出している。 本部作成のオーナー募集のポスターが掲出されない。代わりに、自社作成の経営責任者募集のポスターが掲出されているのが、本部管轄の店舗との識別点である。ありがとうございます。